はい、皆さんこんにちは、ミスター・たけしです。今日実はですね、1月30日、そう、明日はですね1月31日で誕生日を迎えます。年は秘密です。年齢はね、まあまあ皆さんご存知の方も多いと思うんですけどもね、もういいおっさんですよ本当に。先日はあの宮城の皆さんからプレゼントいただきまして、こんな感じで、素敵なプレゼントをいただきまして、ありがとうございます。写真もねこんな感じでみんなと撮って、で今回ですね、東京メンバーからプレゼント、これねいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと中身気になるでしょ。俺結構ね、物を結構こう見えて大事に使います。なので例えばシューズとか履けなくなるまで使うし、服もペロンペロンになるまで着るし、なんか結構使えなくなるまで使うタイプかな。けど結構ね、思い出の写真とかも捨てないんですよ。手紙とかもう家にだからどっさりある感じですよね。昔のやつで、今回こっちがカペッティオ、これ俺ね大好きなシューズで、これ見てくださいよ、ほら。でこれブラジルでね結構気に入ってて、ずっとそれ以来ね使ってるシューズなんですけど、黒のね。これもうここ穴開いてボロボロで、これ無理だろうっていう、その後でちょっとね買いに行く暇なくてどうしようと思ってたところに、なんとプレゼントをいただいて、皆さんからありがとうございました。ちょっとコアラのマーチって知ってます？コアラのマーチ、コアラではなくてミスターたけしのマーチ、てってれってれー、ミスターたけしのマーチ。これすごいよね。これもロッテだね、ロッテのミスターたけしのミ。すごいよねこれ。もうちょっとハッピーバースデー、いつもご指導ありがとうございます。こんな感じで見える？はい、いただきましたね、ありがとうございます。パフパフパフ、なんか食べれへんなこれな。まあでも中だけ食べて、これはちょっと飾っとくっていう感じかな。ハッピーバースデーミスターたけし、これ見て、これこのさ顔なんよ。よう作ったね。皆さんからこんな感じでね、みんなからね、思い出の写真、これちょっと待って、これ何、明日があるさの帽子を作ってくれたんだね、これね。そうそう、みんなねありがとうございますね。みんなこういう風に作ってくれてさ、本当になんかありがたいですね。本当これ何、これこれいつ、何してんの。よくわからんけどね、なんかすごいいろんな写真があるね。すごいねこれ、手作りちゃう、すごいわ。ということでお祝いをして、まあ、SNS の方でもねお祝いをしていただきました。皆さん本当にありがとうございました。これからも全身全霊でですね、バトントワリングの普及発展にね貢献できるように、しっかりとね活動していきたいと思ってますので、これからも応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。じゃあそれではまた見てください。